味方同士が東西に分かれて争うなんて、これは教育が必要かしら。一番悪い子は水成と家康みたいだね。二人まとめてお説教だよ。三成殿と家康殿の事情を聞きたいのだけれど、どちらも本陣にこもっているようね。やめとけ。捨ておけません。まるでダダをこねる子供のよう。友達を倒したら出てきてくれるかしら。本陣の守備は俺に任せてもらおう。ご婦人方、気をつけて進まれよ。龍門もやられちゃダメだよ。最後はみんな仲良く元気よくだからね。大筒を準備せよ。敵軍のボングどもを一気に片付けてやれ。そう来ると思ってましたよ。こっちも大筒で反撃といきましょう。もう危ないものを使っちゃダメだよ。一刻も早くやめさせないと。よく頑張ってね。後でいい子いい子してあげる。ほら左近、物騒なものはしまいなさい。仲間なんだから戦っちゃダメでしょう。おせっかいなお人だね。邪魔するなら容赦はしませんよ。さて仕事だ。まったく、なんで俺はおねね様と。少し頭を冷やしてきますよ。この調子でもう一つの大筒も止めないと大変なことになる前に。今さ、どうしちゃったの。私に手を挙げるなんて悲しいよ。俺が、おねね様。嘘だ、悪夢だ、あんまりだ。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。師匠、あなたこんな時だけ本気で戦ってどういうつもり。なんか面倒くさそうなのが来たらとっとと片付けるに限る。これはあいつのせいです。あいつが俺を。あれ、あいつって誰だっけ。ちょっと頭を打って忘れちゃったみたいで。まさのり、どうしたの。あなたは喧嘩っ早いけどいい子でしょ。おねねさん、すんませんさ。なんだか俺わけわかんねえ感じで。今すぐやめなさい。母の言うことが聞けないね。この目が笑っていない冷酷な人間が母だと。冗談もほどほどにしてもらおう。ちょっと問題発言だよ。即刻お仕置きだね。シゲ、冷酷な母でごめんなさいね。どんな気分かしら。どうかお許しを。お叱りは後で受けますよ。失礼。素直に止めてくれる分まだ可愛げがあるわね。これで少しは静かになるかしら。ああ、どうしてそんなにすごいのかしら。本当によくできた子ね。まだまだ暴れ足りねえな。そこのムサイオさんを仕留めてやるか。わしの相手はあの将か。息の根止めてくれるわ。やけに騒がしいのが近づいてきているな。まさかとは思うが、孫悟の連中もいるのか。おお、東海殿、正気を取り戻されたようですな。うん、わしは何を。家康殿と共に戦場に来たことまで覚えていた。こうなれば
撃って出るしかあるまい。全軍で敵を根絶やしにしろ。三成、まだ手こずっているのか。早く奴らの息の根を止めてやれ。誰が敵でも構わない。この総士官すべて潰してやろう。頼りにさせてもらうぜ。任せとけ。全て潰すだと。王妃は確かに烈火だが、仮にも仲間に対してあんな物言いをするか。そろそろ我らも前に出るぞ。敵軍に属する者は誰一人として生かすな。容赦は無用。敵は全て切れ。ここを奴らの墓場とするのだ。ルールにしては妙に攻撃的だ。この戦裏に何かありそうだな。ごめんなさい、申し訳ありませんでした。ですが暴力的解決は避けていただきたかった。あら、素直なのか口が悪いのかわからないわね。可愛げがないわ。三成、どうしてこんなことになったの？我らはただ妖魔を倒すために出陣しただけです。妖魔たちは、この霧が出ると同時に姿を消したのです。困ったな。みんな正気じゃないみたい。何かに操られているのかしら。まだ確かなことを言えないね。残ってるもう一人にも聞いてみないと。天下無双のお仕事して偉いよ。よく頑張ってね。後でいい子いい子してあげる。この霧、なんだか嫌な感じがするよ。忍びの勘っていうのかな。我らの粘りが勝ったようだな。ダメ押しだ。総力をもって三成を討たん。どうしてそんなにすごいのかしら。本当によくできた子ね。この竜玄徳の邪魔はさせん。陣の世のため全ての敵を撃ち滅ぼす。言ってることがむちゃくちゃだよ。早く正気に戻さなきゃ。対応なさねば。バラバラよ、ここは逃げるのみ。本田平八郎を戦つ、押して参る。無事にこそ抱きすべきものなり。ごめん。よく頑張ってね。後でいい子いい子してあげる。今より攻めかからん。任せとけ。なんという武勇。俺の負けは。どうにもならん。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。何してたんだ。なんで
あんたに切れてたんだ。女だ、今すぐ我が前にひれ伏させてやる。なんと強引で傲慢な女子か。家康、引き捨てならないよ。ねねにこれお仕置きだよ。正気に戻ったようね。あなた、ネネ殿に随分ひどいことを言ったわよ。なんと言いたかった。急に面倒をかけてしまいました。この霧が出た直後、皆おかしくなって、私自身も途中からは覚えておらず、ひどく興奮してしまいました。ネネ殿たちが集めた情報を整理すると、少し前までこの戦場には龍馬がいたようだ。けれどこの霧が出た直後に姿を消した。そして皆がおかしくなったのよね。それから仲間同士の喧嘩が始まった。きっと一番悪い子は別にいるよ。いやー、我が策を見破ったか。あらば海の我が愛自ら相手をしてやる。クロマスが出てきたか。奴を討ち取り、この騒ぎを終わらせるぞ。どうやら我らは惑わされていたようだ。あの霧が原因であったか。霧が晴れた途端、全てを思い出したぜ。そう、他人にいいように働かされるなんて。清盛、よくも惑わせてくれたもの。この礼はたっぷりとさせてもらう。てめえのせいで俺はおっさんに刃を。しまえ、火を散りつけてもらうぜ。よく頑張ったね。後でいい子いい子してあげる。ああ、どうしてそんなにすごいのかしら。本当によくできてくれた。おう、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。こたびはお互いひどい目に遭いました。まあ、二度とこんな戦いはごめんよ。そうですね、少なくともこの世界において。
申し訳ありませんでした。そのマダを置いてるの。何を怖がっているの？操られていたんだもの。仕方がないでしょ。そう、その笑顔を対峙すると本当に怖い。いや、なんでもないです。知らせてやったまで。こら、清盛、そんなひねくれた子は大接近だよ。同士討ちを狙ったというわけか。その狡猾な策ごと打ち払ってくれる。全てを思い通りにするのは誰なのか、それを分からせてあげるわね。同士討ちは妖魔の仕業だった。真相はあっけないものだったわね。うん、仲たがいでなくて一安心だ。これでまた一丸となって戦える。うんうん、雨降って地固まるだね。これからもみんな仲良く頑張ろうね。とにかく